ード世界ツアーアジアを完走。初の世界ツアーを開催中のアドさんが前半戦となるアジア6公演を完走。各会場では現地の言葉で挨拶を行いました。どの会場でも登場の挨拶からこの盛り上がり。アドさんのグローバルな人気がうかがえます。マレーシア・クアラルンプールのアンコールはなんと日本語で。アドさんの世界ツアーはヨーロッパ公演、アメリカ公演と続き、全14公演で7万人以上を動員する予定です。マレーシアでもう一回って聞けるなんてすごいですね。歓声もすごかったですもんね。で、アドさん、あさってからはヨーロッパ公演、そして23日からはアメリカ公演なんですけれども、シカゴ公演はなんと当初予定していた会場より2倍収容できる会場にグレードアップしたということなので、人気のすごさ分かりますね。続いてはこちらです。